はい、どうも、のりとチャンネルへようこそ。リリとトラです。トラです。はい、今日はコナンのチョコエッグ開けてみよう。この5個は最初のどうしたの？は、別で買っちゃった。別で最初に買って、うん、やっぱりやっちゃおうかってことで買いましたけど、うん、これチョコエッグは16種類あって、うん、でこれ10個しか入ってないから、はい、全部かぶなくても1個。あら、あら、やったやったじゃあ開けてみよう。そういえばさ、コナンの映画見た？見た。面白かった？面白かった。映画のチョコエッグなの、これって。うん。誰がいるの？ちょっとめんどくさいな、映画クイズ。ああ、わかった、わかった。誰が出てほしいの？怪盗キット。怪盗キット、そうか、じゃあ怪盗キットいるわけね。うん、あと、あいつかな、犯人。犯人、あの黒い影のやつでしょ。うんうん。前出たこの5個が誰？これが新一のお母さん、うん、で新一、うん、ラン、うん、平次、うん、このうん、なんだっけ、誰これ、もみじちゃん。もみじちゃん、うん、映画に出てくる人。何だったっけ、うん、ちょっとっていうか、まあ出てくる。誰がいるの？ああ、怪盗キッド2人もいるんだね。うん、あ、顔出てるバージョンと出てないバージョン。うん、で裏、そういうことね。この右下誰？右下は、うん、あのこの人の使い、うん、使いのもの、うん、よし、じゃあ開けてみよう。あ、誰から？はい、よし、じゃあトラ、もう5個ずつってことはね。え、怖っ。なんか被る予感しかしないわ。怖いな。同じぐらいの重さ。全部一緒だと思う。いや、何回でも被っていいと。いや、被らないで全部で15個出してよ。一番いらんの誰？一番いらないのは、うん、使いのもの。そうじゃない？使いのもの。使いのやつ。でそれの代わりにシークレットが出たらいいね。シークレット誰だろう？シークレット、ね、博士。黒幕ゲンタだって全然出てきてない。三彦三彦だ。やばい、開かない。かぶったか。いきなり、あ、こいつだ。クリティカルヒー、もうかぶった。どれ？何？いきなりじゃん。何してんの？何してんだよ。何する？ビンタだ、ビンタ。もう気合が足りないんだよ。えい。普通に痛い。チョコは？うまい。じゃあ2個目、はい、オープン。さっ、おー、家族。ええ、バグ。あ、シークレット。どういうこと？顔2つ入ってんの？シークレット。絶対シークレットじゃん。あー、シークレットでしょこれ。ほんとだ、2人いるってこと？え、そういうことじゃん。すごっ。 S って書いてあるでしょ、ここに。ほんとだ、シークレットきたー。いきなり、やば。わーじゃーん。かっこかー、ちなみに素晴らしい。へー、すごっ。やったやった。かぶった。え、嘘。こいつ被ってないじゃん。
コナンか。ほんとだ、江戸川って書いてある。4つ目、よし、今んとこ順調。まあまあ一個、まあまあまあ、1個かぶりだもんね、まだ3、2、1。お、コナン、普通のコナン。おお、いいね、いいです。リリキン、トラキン、うわグローバー買い、いいね、でで、こんなとこいい感じいい感じどうした3、日本語和訳開かなかった。お、え、あ、かぶりました。あら、これだ、これ、この新一、うん、まあこれだったらかぶってもいいでしょ。3、2、1。6個目。犯人欲しいな、犯人ね。やばい、汚くなってしまった。汚くなった時大体かぶりから下がってるやばい、ちょっとこれも汚くなっちゃった。あー、もうやばい、かぶるの確定だ。胃腸が、お疲れ。いきます。はいはい、かぶりました。かぶったんかい本当にかぶったんだけど、汚くなったら危ない。危ないね。では綺麗に洗おうね母上。はい、3、2、1。次4つ目。じゃああと2つか。事件の匂いがします事件の匂いするって。3、2、1。犯人出なかった。誰出た？江戸川コナン出た。おお、いいじゃん。かぶったやつ、やろやろ。リリが次4つ目です。おい、開ける。これ事件の匂いするよ。ほんとだ。シークレット。またなんか顔がいっぱいある。ほんとじゃん。見せて。ほんとにシークレットね、さっきも出たじゃん。誰かいります？カイトキッド全然出ないじゃん、シークレットでしか、ね、でも論理的なことを言えば、うん、シークレットって別にその中の一つなわけですよね。つまり出る確率は全部同じ。シークレットが2回出ても別に運が良かったっていうわけでも何でもないんですよね。はいはいシークレットです。2個目。いいね、2個目。トラ最後じゃん。そうだよ、ここで一発ガンと決めたで。おっと、どっちなのだ、これは。崩れた、やばい。あー、真実はいつも一つ。かぶらなかった。あ、ほんと？服部くんの友達の子。うん、家族ちゃんです。ラストです。ラスト等しく出てるね。ちょっとでかくないなんか。でかい。ね。いきます。はい、最後。犯人。
せて見せて。おめでとう。平次。かぶりました。気持ち悪い。見せて。おお。こんなのもあるんだ。シークレットのね、釣りの効果が切れてきた。いくらいいとこだからってやめてよ。出たのはこの人たちね。俺の名は高校生探偵工藤新一。同級生で幼馴染のランと遊園地に来ていたら怪しげな取引を見てしまった。取引を見るのに夢中になっていた俺は背後から近づくもう一人の敵に気づかずに気絶させられてしまった。毒薬を飲ませて目が覚めたら体が縮んでいた。真実はいつも一つ。